今回は特約の種類と内容の論点について解説したいと思います。まずはリビングニーズ特約について。これは余命6ヶ月以内と診断された場合に、被保険者の生存中に3000万円を上限として死亡保険金の一部、または全部を受け取ることができる特約です。この特約があると、 保険金を遺族の生活保障だけでなく、被保険者の生前の治療費や思い出作りに使うことができます。保険会社からすると、今保険金を払うのも、半年後に保険金を払うのも、さほど変わりませんから、特約の保険料は無料です。また、かわいそうな人が受け取るお金ということで、受け取った保険金には税金はかからないんですが、 受け取った保険金を被保険者が使い切らないうちに死亡した場合には、使い切らなかった保険金は相続税の課税対象となります。死ぬ前にお金を使って子供に残さないイメージで、嫁はんとパーっと使うから残してあげるお金ないや、さあせんという語呂合わせで覚えてください。 次は、障害特約について。これは、不良の事故などで、180日以内に死亡または所定の障害状態になった場合に保険金が支払われる特約です。試験対策上は、事故で死亡したら保険金がもらえて、病気で死亡したら保険金がもらえない特約だと思ってください。 その他の死亡保障に関する特約について、災害割増特約は障害特約と似ている特約で、障害特約よりも少しだけ保障範囲が狭い特約です。また、被保険者が若くて必要保障額が多い時には、収入保障保険や定期保険を特約として上乗せする方法も考えられます。 続いては、医療保障に関する特約について。特定疾病保障特約は、特定疾病保障保険を特約として上乗せしたものです。三大疾病になった場合には、被保険者の生前に保険金が支払われて契約が終了して、三大疾病にならずに被保険者が死亡した場合は、遺族に保険金が支払われるという論点を押さえてください。 それから、社会保険の適用外となる、先進医療の技術量を賄う先進医療特約や、ガンになった時に給付金を受け取ることができるガン特約、生活習慣病で入院した場合に給付金を受け取ることができる、生活習慣病入院特約もあります。生活習慣病入院特約が対象とする生活習慣病は、ガン、心疾患、脳血管疾患のほか、 糖尿病と高血圧性疾患という5つの病気を指します。このほか介護状態になった場合に備える介護特約や、女性特有の疾病に該当した場合に保険金を受け取ることができる女性疾病入院特約など、様々な特約が存在します。続いては、その他の特約などについて、 保険料払い込み免除特約は、契約で定める一定の状態に該当した場合、以後の保険料の払い込みを免除する特約です。また、円換算支払い特約は、外貨建ての保険において、保険料の支払いや保険金などの受け取りを、円下で行うために付加する特約です。将来の為替レートを固定して、為替リスクをヘッジしたり、 エンベースでの受け取り金額の最低保障をするものではありませんから、間違えないようにしてください。それから、指定代理請求特約は、保険金などの受け取り人である被保険者が、保険金などを請求することができない特別な事情があると認められた場合に、あらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金などの受け取り人の代理人として、 保険金などを請求することができるようになる特約です。これによって保険会社が支払うお金が増減するわけではありませんから、特約保険料は無料です。また、本来の受取人が受け取った場合と、指定代理請求人が受け取った場合とで、課税関係は変わりません。指定代理請求人はあくまで手続きの代理をする人であって、 最終的に財産が帰属する人は変わりませんから、当然といえば当然です。で最後の市場価格調整は MVA とも略されるもので、特約ではないんですが、保険を途中で解約した場合に戻ってくる解約返礼金が市場金利によって増減する仕組みのことです。保険会社は契約者から集めた保険料を 債券などに投資して運用していますから、契約者が保険を解約すると、現金を用意するために、債券を自家で売却する必要があります。このリスクを契約者が負担する機能が市場価格調整で、詳しい理屈は金融資産運用の分野で学習しますが、債券の自家は市場金利が高くなると下がって、低くなると上がります。なので、 市場価格調整機能がある保険では、保険の契約時と解約時の市場金利を比較して、契約時よりも解約時の市場金利が高くなった場合は、解約返礼金が減少して、逆に低くなった場合には、解約返礼金が増加します。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。